どうもこんにちは、山猿でございます。はい、サマービーチパーティーなんですけど、残りね、あと1日とあと5時間あるんですけども、はい、いやこれね、やはりいいイベントだわ。まあ、1000超えたあたり、まあ、1000かどうかわかんないですけど、なんかね、リンネのかけらがもらえるようになったりとかするんですよ。でかくない？まだあと1日あるんで、とりあえず50まで行こうかなと思います。で、50まで行ったら明日はまた50、買って100で最後仕上げかなっていうイメージですね。はい、まあ、ちなみに今ギョーが13匹釣れてるんで、まあぼちぼちかなっていう感じですかね。はい、まあ、10ずつ引いていきましょう。いや、やはりこのイベントはいいね。まあ、ランキング、どうなんですかね。ランキングは僕はそんなにね、あれ、しないんですけども、まあ、そんなにいいなとは思わないんですけども、ランキングはね、うん。はい、いいね。はい！なんか、どこまで行けたら何かもらえるとかっていう報酬でいいと思うんですけどね、僕は。1000超えたらまたプラスでこのあれがもらえるよみたいな、この報酬がもらえるよとかでもいいと思うんですけどね。ランキング、まあランキングもランキングで、まあ課金者はね、ランキングの方がいいのかなとは思うんですけどね。あとジェムが大量にある人とかね。はい、OK。この時ぐらいのランキングはいいんですけどね。なんかそのみんなで合わせれる時に、その裏切り行為って言っちゃうとあれなんかもしれないけど、まあ、最後の最後までね、みんなで一緒に同じ数でやってきたのに、ほんとラストの1分とかでね、急に裏切ってくるやつらとかいるから、それがあるとちょっとね、悲しくなるんですよね。みんなで1位でいいじゃんと思うんですけどね、僕は。まあ、今回みたいにね、その、何点何々キログラムとかまで行っちゃうと、その、同率1位とかは無理なのかもしれないですけどね。その同率1位でできそうな時のそのランキングの急に裏切るやつ、あれは僕は本当に嫌いなんでね。よいしょ。わあ、行きた。いいね。それがあるからね、ちょっとランキングあんま好きになれないんですよね。なんか知らんけど。さあ、今日もね、1位取りに行きたいんですけど、取りいけるかな。まあ、最悪50以上使っちゃってもいいかなと思ってるんですけど、よいしょ。さあ、残り50回。5回かな？あと5回引きますけども。この感じだと、行は15匹、いや、15匹以上取れるが、16、17、18あたりぐらいで止まりそうな気しますね。まあ、今現在皆さんは、どんぐらい進んでるんでしょうか？僕が今、まあ、1600、1700あたりなんだ。おい、よいしょ。はい、行、おー、いいね。おー、おー、いいね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 。いいね、いいね、いいね。はい。これはね、やっぱランキングがあると、やっぱ1位は取り行きたいですよね。いや、S 級のかけらもらえるのでかくないですか？ S 級のかけらにプラスで、エピックのペット、まあ、ランダムだけど、もらえるのマジででかすぎ。いや、ペットのエピックもらえるのね、マジででかいと思う。これは取っといた方がいい、絶対に。あー、今、鼻がかゆい。やい。あ、これ強い気がする。あ、これ行な気がする。あ、これ行な気がする。これ行だわ。これ完全行だわ、これ。わー、めっちゃ引き強い。引きが強い、これは。これは強い。これは完全に、行。いやー、ですよね。行ですよね。34.85。どうしようかな。あと20回。まあ、このままいったら1位は取れると思うんですけど、どうしよっかな。なんか、追い上げてきそうな気すんだよな、この2位の人が。一旦71で止めとく。どうする？それかもう圧倒的な差をつけ、圧倒的な差はつけれないか、20じゃ。どうしよっかな。まあ、また餌を手に入れるでが、まだゲットはできるから、まあまあ、とりあえず一旦これで置いとこうかな、今日は。一旦。で、まあちょっとね、1時近くなったら様子見て、相手さんが追い上げてきたら、やっていこうかなっていう感じでいこうかな。今、行が16か。あ、20いけるかな。もしかしたら20匹までいけるかもしれないですね、これね。まあ、釣りポイントもなかなかゲットできてるとは思うので、そこそこいい、そこそこいい
交換報酬できるんじゃないかな。でなんかあと次回のアップデートが結構紙アップデっぽいらしいこと聞いたんで、ちょっと楽しみですね。まあ、というわけで以上になります。いや釣り部あとね1日ありますんで、行けるところまで頑張りましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。それじゃ。